パワー、パワーは2014年から2020年まで放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。クラブ経営者とドラッグディーラーの二つの顔を持つ男を描く。コートニー・エイ・ケンプと50セントが制作を務め、オマリ・ハード・イク、ジョセフ・シュコラ、ナトゥーリ、ノートン、ディーラ・ローレン、50セントらが出演した。アメリカでは2014年6月7日に、 スターズで放送が開始され、2020年2月9日に最終第6シーズンで完結した。日本では2016年9月30日に、フールーから日本語字幕版が配信された。2020年にストスプラから配信された際に日本語吹き替え版が制作され、第6シーズンはストスプラから先行で配信、後日フールーでも日本語吹き替え版が配信された。 2020年には本作の続編でタリック・セント・パトリックを主人公とするドラマパワーパワーブック2ゴーストの放送が開始されたニューヨークでナイトクラブを経営するジェームズ・ゴースト・セント・パトリック彼は麻薬カルテルと取引するドラッグディーラーという裏の顔を持っていた順風満帆に見えた彼の生活だったが不穏な影が忍び寄るパワー パワーのキャスト。上段左から、オマリ・ハードウィック、ナトゥーリ、ノートン、リーラ・ローレン、カーティス・ジャクソン。第一シーズンは、批評集積サイトのロテントマトズに17件のレビューがあり、批評化支持率は41%、平均点は10点満点で5.72点となっている。また、メタクレッティックには15件のレビューがあり、過重平均値は57。 100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに9件のレビューがあり、批評家支持率は100%、平均点は10点満点で7.83点となっている。また、メタクレティックには4件のレビューがあり、過重平均値は75、100となっている。第3シーズンは、6点トマトズに9件のレビューがあり、批評家支持率はント。 平均点は10点満点で6.33点となっている。第4シーズンは6点トマト図に6件のレビューがあり、批評家支持率は83%、平均点は10点満点で8.0点となっている。第5シーズンは6点トマト図に6件のレビューがあり、批評家支持率は100%、平均点は10点満点で8.8点となっている。ありがとうございます。